カーリー・ガリクソンは、アメリカ・オハイオ州シンシナティ出身の女子プロテニス選手。2009年の全米オープン混合ダブルスで、同じアメリカのトラビス・パロットとペアを組んで優勝した。WTA ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで2勝を挙げる。自己最高ランキングは、シングルス123位、ダブルス52位。サーブボレーのプレースタイルを得意にする選手。 父親のビルは著名な元プロ野球選手で、4歳年下の妹、チェルシー・ガリクソンも、大学テニスの名門校である、ジョージア大学の学生テニス選手として、NCWA 女子テニス選手権で優勝し、2010年、全米オープン女子シングルス部門に主催者推薦で、出場した経験を持つ著名なアマチュアテニス選手である。ビル・ガリクソンは、長年メジャーリーグで活躍した、 名投手として知られ、1988年と1989年の2年間日本の読売ジャイアンツに在籍し21勝を挙げている。カーリーは母親の勧めにより、9歳の時から近くのテニスコートで練習を始め、2001年から選手活動を始めた。2003年にプロに転校し、ウィンブルドンで四大大会に初出場する。 これまでの彼女は、4大大会女子シングルスは5度本戦に出場しているが、すべて初戦で敗退している。ガリクソンは、女子ツアーのダブルスでは、カナダ・ケベックシティ大会で2004年と2006年の2度優勝した。4大大会女子ダブルス成績は、全米オープンで2008年と2009年の2年連続で3回戦進出がある。 2009年全米オープンにて2009年全米オープンの混合ダブルスでカーリー・ガリクソンは同じアメリカのトラビス・パロットとペアを組んだ混合ダブルス競技は32組による5回戦制で行われガリクソンとパロットは準々決勝で第3シードのマリウシュ・フィルステンベルクリサ・レーモンド組準決勝で 1> 第1シードのマヘシュブパッシリーゼルフーバー組を連覇して決勝に勝ち上がった。二人は決勝戦でも好調差を維持し、第2シードのリーンダーパーエスカーラブラック組を6から2、6から4のストレートで倒した。こうしてガリクソンとパロットは2009年の全米オープン混合ダブルス優勝者に輝いた。ガリクソンは シングルスの出場は2010年のケベックシティ大会が最後になっており、ダブルスに専念して出場している。2011年7月に結婚し、しばらく休息を取るため同年5月からテニス選手としての活動を休止していたが、翌2012年3月にクリアウォーターで開催された ITF サーキット大会への出場を機に、プロ活動を再開した。 2012年5月を最後に、大会出場から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。